新型コロナウイルスなんですがこちらは感染者が増加傾向に転じていますね北海道今日も2000人を大きく超えて2768人札幌市内も1344人旭川市も134人と増えてきていますクラスターですがこの時間までに複数件です札幌、旭川、函館、さらには石狩管内です傾向をカレンダーで見ていきますが 今週に入って月曜日だけが前の週の同じ曜日から減ったんですがその減り方もわずかそして火、水、木と増加傾向が続いていて2日連続で2000人超え木曜日に関して言いますと4週連続での2000人超えとなっています。